ようお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー待ってますね。はい、庶民の味方スーパー、泉屋のレシートですね。白梅町ですね。北の白梅町駅のすぐ前のね、泉屋ですね。泉屋っていうね、スーパーは、関西地区にね、とっても多いスーパーですね。はい、ね、白梅町っていうのはね、ウィスパー色もしくは駒山色梅町ともね、言い換えられますね。あ、白梅町って読むんだね。まあ、どっちにしてもね、ウィスパー色もしくは駒山色梅町と言い換えられますね。何を買ったかっていうとね、俺様ね、最近ね、健康に気を使ってるから、カゴメ野菜ジュースをね、買いました。まあ、その時のね、カチカチマーク動画も撮って、もうすでに上がってると思うんですけどね。ピンクレシートですね。これピンクレシートは、こう何の意味があるのかわかんないけどね。そう、ゴールデンウィーク、ラッキーモンキー抽選会がね、開催されるみたいです。で、このピンクレシート3000円ごとにね、1回抽選できるって書いてあるんですけど、ね、89円分、税込み96円しかないから、1回分にも使えないですね。しかもここね、京都だからね、遠いからね、そんなね、頻繁に行けないですね。だから、何の、この抽選会は俺様とは無縁の話ですね。ということでね、今回はね、カゴメのね、野菜ジュースを買った時のね、ウィスパー色もしくは駒山色梅町のね、泉屋のレシートでした。ね、泉屋よくあれだよね、新幹線からも関西地方の方に行くと、こういっぱい見えますよね。はい、それではさようなら。ボーボー。ボー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 。ボー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 。